今日未明、酒田市で住宅などが燃えた火事は、出火元とみられる物置小屋で薪ストーブが使われていたことが分かりました。午前1時半ごろ、酒田市中北目の無職佐藤純一さんの物置小屋から火が出ていると通報があり、佐藤さんの住宅と物置小屋、車庫のほか、隣の住宅も全焼しました。実況見分などの結果、佐藤さんが昨日の日中、出火元とみられる物置小屋で薪ストーブを使用していたことが分かり、警察が関連を調べています。